X-37、ボーイング X-37、ボーイング X-37 は、アメリカ合衆国が開発した無人のスペースプレーン。アメリカ航空宇宙局、国防高等研究計画局、アメリカ空軍が参画している計画であり、主契約会社は、ボーイング社。アメリカ航空宇宙局の再使用型宇宙、王冠気離れに伴い、2004年以降は、 国防高等研究計画局主導のプロジェクトとなる。1996年にアメリカ航空宇宙局は X-33 や X-34 のほか、より先進的で低コストの再使用型宇宙を換気の技術試験機として Future X Pass Finder、Future X p ス s s f i n d e の開発を開始し、 これには X-37 の名称が与えられ、開発については、ボーイングとロッキード・マーティンが提案に応じ、大気圏内技術試験機として、X、X-40 も製作する、ボーイング案が採用された。80%スケールモデルの X-40、A は1998年に滑空飛行試験に成功した。X-37 と、 同スケールの X-40B の製造は中止となり、2000年に X-40 計画は、X、X-37 計画に統合、吸収された。X-37 の本格開発は1999年により、開始されている。当初の構想では、軌道上への打ち上げにスペースシャトルの貨物室に搭載されて運ばれる計画であったが、 これは計画の遅延により放棄された。空中投下試験も2001年に行われる予定であったが大幅に遅れた。2002年に X-40 計画の統合を受けて、大気圏内滑空試験機 X-37A、アルブ、アプローチランディングテスト、ビヒクルト、機動試験機 X-37B、オットーブ、 オービタルテストビヒクルの二つを製造することとした。2004年9月に開発の主管が NASA から国防高等研究計画局に移管され軍事プロジェクトとなった。これは NASA が宇宙空間への人員輸送手段としてオリオン、宇宙船に注力するためでもある。2004年9月にスケールドコンポジッツ社のホワイトナイトを X-37A 投下母機とすることに決定し、 2005年6月に適合試験が実施され2006年4月7日にはモハーベ空港上空で最初の投下試験が割れ滑空飛行と自動着陸に成功した。引き続き機動試験機の X-37B オットーブの開発が発表され2008年頃の打ち上げを見込んでいた。 予定よりも遅れたが、X-37B は2010年4月22日19時52分に、ケープカナベラル空軍基地第41発射施設から、アトラス V によって打ち上げられ、約17分も予定軌道に到達した。帰還先として、バンデンバーグ空軍基地もしくは、エドワーズ空軍基地が予定されていた。軌道上で試験が行われた後、打ち上げから、 約7ヶ月を経た同年12月3日、X-37B は大気圏再突入をして、バンデンバーグ空軍基地の滑走路に自動着陸を行い、試験は成功した。飛行期間は224日間であった。X-37B は、スペースシャトルよりも長期間軌道場を飛行することができる。シャトルの16日に対し270日滞在可能と、 なっているさらに、2011年3月5日に、機動試験2号機の打ち上げが行われ、1号機と同様に、数ヶ月にわたって、軌動上での試験が予定されていた。この2号機は、設計寿命である270日間はおろか、1年間を超える476日の軌動飛行を行い、2012年6月16日に、カリフォルニア州、 バンデンバーグ基地へと着陸した。2017年5月、アメリカ空軍は、X-37B が、約2年にわたる、軌道滞在の任務を終え、フロリダ州のケネディ宇宙センターに帰還したと発表。今回が4回目の任務であり、718日間に及ぶ、軌道集会を終えたと伝えられる。詳細な任務については公表されていないが、ロケットダイン社は、 今回の飛行の中でイオンエンジンの試験を行ったと表している。後部メインスラスターの釣り金型のノズルが一つしか見られないのはこのためである。二つ目のノズルがあるべき位置にイオンエンジンが設置されている。2017年9月には X-37B の5回目の飛行が実施された。この打ち上げではこれまでのアトラス V に代わって、 スペース X 社のファルコン Q ロケットが初めて用いられている。X-37 の機体デザインは、スペースシャトルと同形式の貨物質を持つ円筒形の胴体を有し、機体中ほどに小規模の主翼を低翼配置で装備している。V 字尾翼を有し、水平尾翼はない。胴体末尾にロケットエンジンを装備できる構造となっている。 2011年秋、ボーイングは将来の構想の一つとして、X-37B、X-37B は、シャトルオービタの約1、4のサイズの大型化、有人化について言及した。X-37C と呼ばれる、この機体は、X-37B を165から180%のサイズに大型化したもので、 5から6名の人員を運ぶことができるとしている。アメリカは2010年4月に第4次戦略兵器削減条約をロシアと締結するなど、オバマ政権下で核兵器の役割を段階的かつ着実に軽減させている。こうした中で無人再突入可能な次世代スペースプレーンの軍事応用は全世界への速やかな攻撃を可能とするもので、 ポスト核兵器時代におけるアメリカの切り札になり得ると中国メディアは報道した。本機のテストミッション内容は非公開であり、その運用構想については構想の一翼を担うものではないかと様々な憶測が語られている。一方で、こうした X-37B の軍事面での能力を強調する報道に対しては兵器を搭載するには ペイロードベイが小さすぎる翼を持った再利用可能なシステムにする理由がないといった反論寄せられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。